はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、続きをやっていこうと思います。とりあえず一旦回復はしてあるからゲートポートそのまま行きましょう。コロニーキューブ第二居住区の捜索ですね。まあちょっと一旦引き返してきましたけど、絶対ここからスタートするのかな。あ、っていうか戦闘の影響か、なんかバチバチいってる感じっすね。第二居住区ってどっちだ。ここが開いたから調べないといけないのか。このまままっすぐかな。おお、敵ちょっと強くなってる。うわ、なんか完成した。感染は治るよね。うん、大丈夫っぽいな。 RX のパワーは低いな。 RX っていうかブラックか。うん、お、これで他のエリアに行けますね。第二居住区か。おっとっと、なんだ5555。このエリアでも戦闘が起きているようだな。こっち行こうっと。あっちも見たけど特に何もないかな。意外にエリアが広いんすよね。俺のビッグバンはファーストアタック、もう止められないぜ。行くぜ。うわー、クラッカーノーダメージできるかなと思ったけど、あと10回くらい多分戦闘しないとレベル上がんないですね、今の感じだと。ライフキーと。アイテムは重要っすからね、めっちゃパワー減るから。あれ、なんか真ん中のやつなんだ。キューブリカン、何キャラだかわからん。あ、毒意外にうざいな。てかゴッドランダーもやべえな。てかライダーもやばいな。強引に行くぜ。よし、回復させよう。キューブリカンチップゲットしましたね。ちょっと回復しないと。ヒール、ほいほい。うわー、138しかパワーないんだ。仮面ライダー系パワーが低いな。いまいち特性がつかめてないからな、まだ。結局こっちに行きなさいと。お、なんか始まった。おお、ビームライフルっぽいのが飛んできた。うわー、大丈夫かブラック。あ、流れ弾か。直撃だったらやばかったぞ。慎重に行こう。どっから流れ弾が飛んできてんだよ。お、真ん中のやつはギラ動画だ。結構かっこいいっすね、ギラ動画。ゼロやっぱり強いな、ウルトラマン。復活キット手に入れた。ヒュー、流れ玉だ。伏せろ。ズゴーン、流れ玉多いな。ヒュー、風だ、風が吹き始めた。え、もしやコロニーに穴が開いたとか。これなんかやばくね。でも空気とか関係あんのこいつら。酸素がないと生きていけないとか。人間ではないからな、どう考えても。視界が悪くなった。おお、だいぶ見えるな。こっちは行き止まり。うん、ここ行くとなんか、ああ宝箱か、イベントかと思ったら復活キット。お、 200M って200円ってこと。わからん。ああそうだな、マテリアルか。ライダー回復しなくて大丈夫かな。89しかないけど。
さあショータイムだ。オッケー、先手硬いこいつ。カネドラス、スキルを使いましょう。で、こっちか。風が強くなってきたな。行き止まりか。どうだろう、こっち行ってみるか。なんもねえ。なんかショットガンがめっちゃ減ったな。なんだ、そろそろみんなレベル上がるな。ボスがいるんだったらレベルが上がってから行きたいな。おぶねおぶね。アイテムはもったいない。高級品質感ね、アイテムは。ブラックやっぱなんか弱えな。あ、なんだあれは、さっきの爆発でできたのか。ものすごい風だ。踏ん張ってないとあの穴に吸い込まれそうだ。そうか、ここがコロニーだということは、外は真空の宇宙。キューブ内の空気が外へ漏れているんだ。まずいな。酸素必要なのこいつら。けどあの穴そう簡単に防げそうにないぞ。ガン、あ、いたたたた。ゴン。なんだって、いた。いろいろ何か飛んできてる。瓦礫が吸い出されているんだ。とにかくここは危険だ。別の道を行こう。ほい。お、なんかある。これ何。チュートリアル。中継地点チュートリアルを始めます。中継地点を調べるとパーティーキャラが全回復しセーブすることも可能です。一度中継地点を調べると地点からその中継地点へ、地点からじゃなくて拠点からか、拠点から中継地点へワープできるようになります。またキャンプメニューからリターンを選ぶといつでも拠点へ戻ることができ全回復もします。中継地点チュートリアルは以上です。うん、そろそろレベルが上がるとこなのにな。ほい。はい、オッケー。第二居住区。あれ、ここ赤い。ここからは通れないようだ。どうしろっていうの。もう行くとこなくない、だって。ブラックレベルアップ。なんかどんくらい強くなったんだかいまいちわかんない。え、これ吸い込まれるってことってことでもないの。え、あとどこ。戻るしかない。こっちだって宝箱だもんな。こっちだって行けないしね。かわされた。真ん中のやつ買ったいな。粉々のダイヤモンド。オッケーオッケー、レベルアップ。え、こっちも行ったし、道ないよね。ん、どうすればいいんだ。視界が悪くなった。視界が悪くなるとほとんど当たんなくなる。
レベルアップ。あ、こっち行ってなかったや。と言っても宝箱があるだけ。どうするんだ。やっぱりちょっとさっきの、うわーバックアタックだ。そこまで戻りたいと思って。あ、これいっぱい食らうな。こっちは戻っちゃうからな。意外に敵の出現率も高いな。あー、かわされた。ゼロの攻撃が。 RX がやばい。あ、やばい、ほんとやばい。死ぬ。オート戦闘だと解除が大変だな。ほいほいほいっと。わあ、またバックアタックだ。かわされた。今ウルトラマンタイマーが鳴っている。これもう次のレベルとか全然いかないな。こっち行けないっしょ。本当にわからない。あ、こっちあんじゃん。ちょっと回復してこう。セグはいいや。気づかなかった。俺のビッグバンはもう止められないぜ。誰が言ってんだか分かんない。ゴッドガンダムではないことは確かだ。経験値がちょっと上がってほしいよな。お、ん？ファントム、お前は指輪の魔法使い。名前知られてないのかよ。ファントム、ここで何をしている。どけ、俺はお前らの相手をしている暇はない。この先の学校の連中に絶望を味わってもらわなきゃならねえからな。なんだって。邪魔するんじゃねえ。グール、そいつらを倒せ。待て。グールか。ちょっといきなり攻撃してこないでよ、あの野郎。なんでやられっぱなしなんだよ。うわっ、くっ、なんて数だ。だが倒すしかない。ちょっと待った、そいつらは俺の獲物だ。手出しするんじゃねえぞ。え、何ネタ。仮面ライダーネタっすね。ビースト。おう、ウィザードか。悪いな、俺は腹ペコなんだ。よっしゃ、グールども、ランチタイムだ。うおりゃー、今日は食べ放題だぜ。てん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 。うひゃー、まだいるのか。こうなりゃこいつで一気に決めるぜ。少し間合いを取ってっと。何これ。おーりゃー、絶対戦闘になったら一発で倒せないよ。ふう、食った。すげえなお前。ああ、紹介しよう。こいつは仮面ライダービースト。俺と共にファントムと戦ってきた仲間だ。
こいつはファントムを倒してその魔力を食わないと生きていけない体質なんだ。あ、そうなんだ。それにしても驚いたな。お前もこの世界にいたとはね。そうそう、わけがわかんねんだよ。気がついた時にはここにいてさ。指輪もなくしちまうし、力は出ねえし、腹は減るし、なんなんだここは。ここはな、コロニーキューブといって、あー、皆まで言うな。わかったわかった。そんなことよりまた腹が減ってきやがった。そういやもう一人ファントムがいたな。あのごついやつ、あいつどこ行った。この先の学校へ行くと言っていたな。それに生徒に絶望を味わってもらうとか。こうしちゃいられない、やつを追うぞ。よっしゃ俺も行くぜ。え、仲間は変えられないの。ブラックの代わりにあのビーストにしたいんだけど。変えられなさそうだな。ミノタウルスを追え。こっちアイテムとかあるかな。装備品みたいなのが欲しいな。みんなパンツっすからね。うわ、当たった。ゼロ、マジ強いな。倍くらい当たるぞ。ギラ動画手に入れた。ん、ここはつながるのか。あそこに、ここはがれきと。全然違った。どうでもいいとこだったし。あー、硬いくんがいるな。硬いくんが、うわ、ゼロの攻撃がかわされると。辛い。なんかミスが多いな最近。アイテムをゲット。ライフキット。絶対もうミスるからな、視界悪い。視界悪くなくてもミスってるやついるし。あれ、ここ学校？前方に学校のような建物が見える。回復してないよ、ボス出てこないよな。あれが学校だな、急ごう。学校内を探索するのかな。わー、ミノタウルスっぽい。ここが天の川学園高校か。生徒の中には一人ぐらいゲートがいるだろう。なんすかね、ゲートって。手っ取り早く全員絶望させてやる。おっと、そうはさせねえぞ。ゾディアじゃないようだな。何なんだてめえ。俺はファントム、ミノタウルスだ。ファントム、そこをどけ。俺はこの学校の連中を全員絶望させに来たんだ。絶望？おい、なんだかわかんねえけどよく聞け。学校のみんなは俺のダチだ。どんな理由があってもこの俺が絶対に許さねえ。怠慢張らせてもらうぜ。怠慢だと？めんどくせえ野郎だ。グール、こいつを倒せ。うわ、なんて数だ。こいつはビビってます。グア。うう、く、いつも戦っているダスタードとは勝手が違う。とりあえずこいつで牽制だ。で、確実に倒していくにはレーダーでロックオンして、こいつで決める。おお、倒した。どうだ。くっ、あとはお前だ。まずはこいつで一発ぶちかましてやるぜ。ライダーロケットパンチ。ガシ。止められた。この程度で俺に勝てると思うな。なに、おーらー、ぐわっつっつえ。俺たちファントムの前ではお前は無力だ。ちょうどいい、お前も絶望させてやろう。ぐは、誰だ。そこまでだ。
貴様ら生きていたのか。おう、ウィザード、それにブラック先輩チー、まとめてぶっ潰してやる。おっと、こっちにもいるぜ。うわぁ、ポーゼ、大丈夫か。あ、助かったぜ。おのれ、ミノタウロス、何手こずってんだ。は、これはフェニックス様。フェニックス、あ、てめえは指輪の魔法使い、こっちの世界にまで邪魔しに来るとはな。別にお前たちを追ってきたわけじゃない。知るか。おい、ミノタウロス、魔法使いから始末しろ。はっ、行くぞグール。イエーイよし、じゃあ俺はそこの白いの、てめえをぶっ潰してやる。白いの、俺は仮面ライダーフォーゼだ。うるせえ。うわ、こいつも強え。って俺の力が下がってんのか。ふはは、ざまあねえな。おい、フォーゼ大丈夫か。そいつに一人で向かうのは危険だ。おう、サンキュービースト。お前ら二人が相手か。たっぷり楽しませてもらうぜ。こっちもな。さてメインディッシュだ。フェニックス様がフォーゼとビーストの相手を。これでウィザード、お前らに集中できる。うん、ボス戦っすね。そうすると、これはまず周りのやつを倒したいけど、減ってる。ヒットポイントが減っている。ゼロナックルで、マシンキャノン、こいついっぱいあるな。味方全体の物理攻撃力と物理防御は上昇します。いいな、これ使おう。あ、勝手にスキップが外されてる。バールカン、いくつだ。84、あいたーい。うおー、このひるむのがな、いて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 、やばいやばいやばい。これは2人をちょっと回復に回さないとまずいな。どうしようかな、マシンキャノン使って。仮面ライダー遅いからな。まあいいや、とりあえず、ライフキットヒール。このさ、ひるんでるときはさ、選択できないようにしてほしいんだけど一回打った。はい、いっていっていって、やばい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 、食らったら死ぬ。おお、もう元に戻ったの。どういうことよ。自分回復して、こいつはちょっと攻撃しときたいからな。あとはもう自分で自分を回復する。ライフキットどんどん減ってくな。くらえ、よーし、多分ザコがいなくなるだけでもだいぶ違うからな。痛い痛い痛い。わー、ピコンピコン状態だよ。弱点とかはないのか。回復しないとな。とりあえず普通の攻撃にしよう。で、12ターンの間、自分の物理攻撃は上昇します。いやー、でもなー、ブラックはちょっと弱いからな。あ、バルカンの方が強いな。いってーいってー。弱い。ヒールで回復させてと。バルカンを使おう。敵単体、敵単体、あ、ひるみ効果いいね。ちょっと使おう。バールカン、これ強いんだよね。
やばいやばい、ブラックがやばい。ライダーチョップ、ライダーチョップ、ひるまない。おら、あー今攻撃力上がってたのか。なんかバルカンあんまり変わんない気がすんな。普通に攻撃するか。もうちょっとでこいつが倒せんな。ライダーチョップ、バルカン。よし、火炎弾はな弱いからな。ひるめ、ひるまない。よし、ウルトラマンが元に戻った。ゼロナック、ライダーキック、くらえ。バルカン、よしよしよし、ライダーキック、ライダーキックでもこれか。てかもう SP がない、あいつの。ちょっと攻撃しようっと、ドライブオンぶつかって、ドライブオン、普通の攻撃でいいや。163結構当たったな。あ、ヒーって言ってんの俺。ヒーヒーヒー。あ、結構強い。おお。バルカン。ちょっとだけ強くなってるな、バルカンも。クリティカル多くなったな。ゼロナックル、バルカンで、こいつは、ライダーキック13も使うのか。じゃあ普通の攻撃でいいか。バルカン、100か。でうわー、またカラータイマーが特攻状態だよ。待って待って、ヒールはこいつと。こういう時どうすればいいんだ。普通に攻撃するしかないな。ドライブがいっぱい溜まってくからな、使おう。よし、ライダーキックを使っちゃおう。バルカン、わー2回ミスった。80くらいか、76。うお、99。ライダーキック。弱い。うら。こいつはもうちょっとこう回復してばっかりだからな。いや、ちょっと。攻撃で攻めるしかないか。てえ。痛い。切るんだ。よし、あ、まだカラータイムがトップになってるからもったいないな。よしよしよし、これはね弱いから助かるんだ。ちょっとウィザードがピンチだ。ゲームスター。よし、オッケー。回復してドライブオン。そろそろ倒せんな。何気に敵のヒットポイントが見えるのがいい。うわ、ミスった、マジかよ。てえ、なになに、なんでここに来てミスが目立ち始めてる。これもパワー的にラッシュしましょう。ラッシュ、ラッシュレベル2。オッケー。ここはもうドライブオンも、あれ、あ、ドライブ使うと SP が増えるんだ。あ、そうだ、そういう仕組みね。ゼロナックルとか全然減らねえし。
くらえ、最強の一撃、オーラ196。なんか使いどころもうちょっと早くしてもよかったかな。この俺がそんなバカな、うわー、倒した、ふい。おいウィザード、フォーゼたちが、いや連戦は無理だよ、はっきり言って。こっちだこっち、フェニックスさんよ。ふん、ちょこまかと動き回るんじゃねえ。そこだな、あ、力をなくしちまったなりにコツをつかんできたぜ。お前の武器は体験、一振りが大きいから隙もできる。なめたまねしやがって、やめなさい。あ、なんだメデューサ、ずいぶん好き勝手やってるよね、フェニックス。無駄に暴れるなと言ったはずよ。ちっ、しょうがねえ、この決着はお預けだ。だが面白くなってきやがったぜ。この世界は絶望に満ちているからな。待て、ウィザード、深酔いはよせ。うん、追っちゃダメだ。戦えない、もう今の力は。よっしゃ、やったなビースト。ああ、お前のおかげだぜ。そうだ、手出せ。なんだ、友情の印だ。ほいほい、おい、よし、これで俺たちはダチだ。よろしくな。ああ、よろしく。みんなもありがとな。学校は守ったぜ。あ、そっちの二人はまだ名前聞いてなかったな。俺はゼロ、ウルトラマンゼロだ。ゴッドガンダムだ。そうか、ゼロにゴッド、よろしくな。さて、一件落着って言いたいけど、俺にはまだやらなきゃならないことがある。キュー、ん、そういやさっきから妙に風が強いな。流れ玉で地面に穴が開いて空気が流出しているんだ。地面に穴が？それならすぐに連邦軍に知らせた方がいい。連邦軍か、どこにいるかわかるか。この先にアナハイム高専という学校がある。そこで学生を避難させているはずだ。案内してやりたいけど、今は行方不明になったダチを探さなきゃならねえんだ。ナデシコって名前でさ、ちょっと変わったやつなんだけど、なんていうかダチよりももっともっと熱いんだ。ここがキュンってするんだ。なんだそりゃ。そりゃ恋だな。その子のことを大事にしろよ。女の子か。おう、じゃあまたどこかで。よし、じゃあ俺も行くわ。マジか、仲間になってほしかったな。なんだビースト、一緒に来ないのか。俺はファントム探し、腹が減っては戦はできぬってね。ウィザードか。仮面ライダーのキャラが分かんないな。そろそろ計画を始めるとしよう。良いタイミングだ。我が校の生徒からあれの存在の情報も得た。居場所が判明するのも時間の問題だ。すでにホロスコープスを向かわせてある。さすが動きが早いな。こちらも先の作戦準備を進めるとしよう。ここからどうすんの。ヒーローたちは連邦軍の兵士に会うためにフォーゼから聞いたアナハイム高専へ行くことにした。アナハイム高専。また続くのか。ちょっと一旦帰ろっかな、じゃあ。ボスも倒したことだし、拠点に戻ります。ブリーフィングルーム、ちょっとチップを見てみましょう。おー、ギラ動画。あれ、このチップだけだとダメなんだ。まあいいや、じゃあとりあえずちょっと時間がいいところなので、今回はこれで終了して、次回はアナハイム高専に、向かうところから始めたいと思います。では今回はこれで終了します。